みんなが頑張ったからといって熱心にはなれるとは言わない。みんなが頑張ったからといって熱心にはなれるとは言わない。でもちゃんとやることをやれば、でもちゃんとやることをやれば、Jリーガーにはなれると。Jリーガーにはなれると。こういうふうに僕は思っています。こういうふうに僕は思っています。今上手くない、1年生で上手くない子でも、今上手くない、1年生で上手くない子でも、ちゃんとやることをやれば、必ず J リーガーぐらいにはなれると思う。ちゃんとやることをやれば、必ず J リーガーぐらいにはなれると思ってます。ここでやっぱり疑問に、その思うところで、ここでやっぱり疑問に、その思うところで、じゃあ何をやることって何なのっていうところだともちろん思います。じゃあ何をやることって何なのっていうところだともちろん思います。でこれはみんなが言う努力ですね。でこれはみんなが言う努力ですね。努力のダメなところっていうのは、努力のダメなところっていうのはちょっと単発的な印象があることだと思ってます。ちょっと単発的な印象があることだと思ってます。一発頑張ったらちょっと努力したみたいな雰囲気なんで、一発頑張ったらちょっと努力したみたいな雰囲気なんで、最近は努力ってあんまり流行らないのかなっていうのが、まあ最近は努力ってあんまり流行らないのかなっていうのが、まあ ちょっと僕の中にあって、習慣を身につけるっていうことが、ちょっと僕の中にあって、習慣を身につけるっていうことが、プロに、近づく一番の近道です。プロに、近づく一番の近道です。で練習することだけが習慣じゃないと思ってます。で練習することだけが習慣じゃないと思ってます。食事、睡眠、勉強、
食事、睡眠、勉強。でサッカーはですね、僕も中学校1年の時から欠かさず書き続けたサッカーノートっていうのもあります。いずれも習慣だと思います。なので自分が朝起きてから寝るまで何をやってるのかということをノートに書いてほしいなと思います。何でもいいんですけど、本当に自分が今やりたいこと、大人になったら叶えたいようなことを ノートに書いてください。みんなが頑張ったからといって熱心にはなれるとは言わない。でもちゃんとやることをやれば J リーガーにはなれると、こういうふうに僕は思っています。今うまくない1年生でうまくない子でもちゃんとやることをやれば、必ず J リーガーぐらいにはなれると思ってます。ここでやっぱり疑問にその思うところで、じゃあ何をやることって何なのっていうところだともちろん思います。でこれはみんなが言う努力ですね。努力のダメなところっていうのはちょっと単発的な印象があることだと思ってます。一発頑張ったらちょっと努力したみたいな雰囲気なんで、最近は努力ってあんまり流行らないのかなっていうのがまあちょっと僕の中にあって、習慣を身につけるっていうことが、プロに、近づく一番の近道です。で練習することだけが習慣じゃないと思ってます。食事、睡眠、勉強。でサッカーはですね、僕も中学校1年の時からプロになるまで欠かさず書き続けたサッカーノートっていうのもあります。いずれも習慣だと思います。なので自分が朝起きてから寝るまで何をやってるのかということをノートに書いてほしいなと思います。何でもいいんですけど、本当に自分が今やりたいこと、大人になったら叶えたいようなことをノートに書いてください。